こんにちは、山田です。今ようやく3カ国目ですね。フィリピンに昨夜到着しました。今ちょうど朝になったところです。で、昨日は最近セブンに来たんですが、昨日はここですね、ここのベンチで一夜を過ごしました。で、これから3カ国目、ちょっとフィリピンをいろいろと回っていくんですが、最初は僕の友達がフィリピンにいるので、ちょっとその友達と会って、ちょっと上銀島っていうところをぐらぐら回る予定です。で、ちょっと今その友達をまだね待ってるところなんですが、その間にちょっとお腹も空いたので朝食を食べたいなと思ってます。で、ちょっと紹介したいお店がフィリピンにあるので、ちょっとそちらを紹介できればと思います。じゃあ早速行ってみましょう。じゃん、これが皆さんに紹介したお店。フィリピンと言ったら、じゃーん、このキャラクターが目印、めちゃくちゃ混んでますね。ジョリビーです。ジョリビージョリビーはフィリピンのファーストフード店ですね。ハンバーガーとかもあるんですが、僕のおすすめはやっぱりジョリビーといったらチキンとライスがセットになっているものがあるので、とりあえず朝食がてらそれをいただきたいと思います。ということでオーダーしました。朝食なので少なめですが、じゃーん、ジョリビーといったらこれです。チキンとこれハンバーガーのように巻かれてますが、で、これも書いてありますけど中身ライスなんですよ。ジョリビーはこうやってライスがラップされてます。中身はライスですと、ちょっと甘めのソースがですね、これには必ずついてくるんですけどこれがね美味しいんですよ。じゃあ早速朝食がてらいただきたいと思います。ということで完食しました。これからまた友達を待ちたいと思います。以前に僕もねちょっとフィリピンに滞在して英語の勉強してました。結構おすすめです。コスパもいいかなと思います。物価もね他の国に比べてやっぱ安いですし、あとは一番いいなと思ったのがフィリピンだとその安くワンオンワン、要は先生と生徒が1対1でこう授業ができるので、そのどうしてもねやっぱグループクラスとかだとなかなか自分の話すタイミングがねなかったりだとか、通貨にこう話を聞くことが美徳みたいなところもあるので、あんまりこう欧米系の方とかとね同じグループクラスとかになっちゃうとなかなか話す機会が減っちゃうんですけれども、なので、まあ、フィリピンでワンオンワンでこう先生たちと授業をするのは、まあね、非常に効率的に英語も学べるんじゃないかなと思ってます。僕もフィリピンで英語を勉強しておいて良かったなっていう感じですね。ちょっと今回はそれぶりなので、いいですね、やっぱフィリピンは。ちょっとまた友達と待ち合わせです。彼も実は今ちょうど彼はねフィリピンの中でもセブで今ちょうど勉強をしてるんですけれども、僕はそのセブじゃなくてまたもっと田舎の方で勉強してたんです。彼がちょうど今ここで勉強してて、でちょっと僕もねせっかくフィリピンに来たので、ちょっとその彼に、僕の親友なんですけど、その彼に会いに来て何日間か一緒にブラブラしようかっていう感じです。じゃあちょっとここら辺で待ちたいと思います。じゃん、なんて呼んだらいいんだろう。まあいいか、何でもいい。まあメッシだな。そうだ、うん、
ようやく僕の親友メッシと合流しました。いいですね。じゃーん。ということで今メッシとチェックインです。変わらないですね。フィリピンエアライン使います。今日はフィリピンエアラインめっちゃ安かったです。フィリピンの国内線はすごい安いです。さっき保安検査場を通過して今もうゲートで待ってるような感じです。にしてもあの保安検査場がすごい厳しかった。なんか針一本募集、針一本から募集されました。服とかちぎれた時に縫うように糸とか針とか持ってるんですけど、その針一本から募集されました。すごい保安検査場厳しかったです。まあでも無事通過できたのでいいですね。じゃあ搭乗時間なので行きましょう。じゃーん、上銀島。 Thank you。 はあ、いい天気よ。飛行機まではバス移動ですね。これでセブから上銀島まで行きます。めっちゃちっちゃくないですか。ちっちゃいね。到着です。 I'm fine, thank you。 パラソル借りられるみたいですね。じゃーん、カニグインエアポー、眩しいな。いやー、やってきました。カニギンとメシと男2人、最高だね。空港はめちゃくちゃちっちゃい。イカしてんな。サングラスが似合うやつはいいな。いいじゃん。二人サイクロンだ。よいしょ。All right。